鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いててててで、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？ああ、いない。じゃあ、みんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。はいっす。聞こえる？ああ。上に行く理由、リクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だな。そこでクラウドの出番。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ？偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか？でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね？ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てれば酔わない。来たっか。楽しそうだな。そりゃもう、だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。殺すぞ。いや、さすがクラウド、安全運転。いいね。今のって必殺技でしょ？名前とかつけてないの？あ、そうじゃん。いや、巻き込まれないように離れとくっす。いや、うわぁ、助けて。いや、ちどけ。いや、今くちびれる。私のこと守ってくれた？ついでだ。ありがとう。でもちょっとスピードが落ちてた。気にするな。キープ。いや、こっち行ったぞ。これ結構ピンチだよね。どうする、どうする。揺らすな。よし、どけ。もっと
より連絡、これより追跡を開始するとのことです。了解。ヤツが来るのか。だろうな。ヤツが来る前に終わらせよう。巻き込まれるのはごめんだ。に向かうのか。ううん、シャトへお願い。ああ、2人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてる。やらせるか。クラウド頼む。タイヤか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、あ、最後まで付き合うとも。どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。ジェシー、ハンドルを頼む。え？え？
何の話だ。運転勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。しずか、もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにやわに見える。あ、あ、しっかり捕まってろ。あ、どうした。今、落ちたかも。なんつって。ほら、見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キッツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。